アプリシー高梨いつきです。15色の才能の中では、自己表現の才能ですね、オレンジ色の才能になりますけれども、歌とかダンスとか、演奏とか劇とか、あのセリフを覚えてみるとかね、映画のセリフを覚えてみるとか、そんな風にして自分の、声や体、表情を使ったり身振り手振りを、この身体表現の能力を伸ばしていくということを、15色の才能の中ではオレンジ色の才能と位置づけてやっています。で、私もオレンジ色の才能を伸ばすために、歌とギターと練習したいと思います。よろしくお願いします。菅山から飛ぶ日のあたり、ゆらゆらと影ばかり、なずむ夕暮れ、汗びの森の迷いにに、尋ね尋ねた帰り道、遠い足しか見えない僕と、足元のぬかるみを気に病む君と、結ぶ手と手のうつろさに、黙り黙った別れ道。川の流れは淀むことなく、歌方の時押し流してゆく。昨日は昨日、明日は明日、再び戻る今日はない。例えば君は松と黒髪に霜の降るまで待てると言ったが、それはまるで宛てなどない手紙。ねぐらを探してなくしかの、あとを追う黒い鳥、金の音一つ、汗びの枝に引き結ぶ、行方知れずのけそ海。二人を支える雲の糸、ゆらゆらと耐えかねてたわむしらいと、君を捨てるか僕が消えるか、いっそ二人で落ちようか。時の流れは惑うことなく、歌方の夢押し流してゆく。昨日は昨日、明日は明日、再び戻る今日はない。例えばここで死ねると叫んだ君の言葉は、必ず嘘ではないけれど、必ず本当でもない。日は昇り日は沈み、振り向けば何もかも移ろい去って、青によし奈良山の空に満月。ありがとうございました。歌だけもやっておきます。
春日山から飛ぶ日のあたり、ゆらゆらと影ばかりなずむ夕暮れ、汗びの森の迷いに、尋ね尋ねた帰り道、遠い足しか見えない僕と、足元のぬかるみを気に病む君と、結ぶ手と手のうつろさに、黙り黙った別れ道。川の流れは淀むことなく、歌方の時押し流してゆく。昨日は昨日、明日は明日、再び戻る今日はない。例えば君は松と黒髪に霜の降るまで待てると言ったが、それはまるで宛名のない手紙。ねぐらを探してなくしかの、あとう黒い鳥鐘の音一つ、汗びの枝に引き結ぶ、行方知れずの化粧に、二人を支える雲の糸、ゆらゆらと耐えかねてたわむしらいと、君を捨てるか僕が消えるか、いっそ二人で落ちようか。時の流れは惑うことなく、歌方の夢押し流してゆく。昨日は昨日、明日は明日、再び戻る今日はない。例えばここで死ねると叫んだ君の言葉は、必ず嘘ではないけれど、必ず本当でもない。日は昇り日は沈み、振り向けば何もかも移ろい去って、青によし奈良山の空に、満月。ありがとうございました。はい、アプリシェイ。じゃあまたね。バイバイ。